ちは。小江戸といわれる川越にやってきました。川越は古き良き町並み、素晴らしい神社仏閣があります。川越散策編、グルメ編と2つに分けてご紹介していきます。 JR 川越駅から徒歩でおおよそ15分歩いてきました。今日はあいにくの雨です。まずは熊野神社からのスタートです。熊野神社は室町時代に紀州熊野から分祀された開運縁結び厄除けの神社です。1の鳥居から2の鳥居の参道の両脇には足踏み健康ロードがあり、自分の健康状態を確認できます。絶対に痛いはず、でも今回は雨なので断念。さて、熊野神社は北満様と呼ばれ親しまれています。御社門は熊野大神様のお使いである3本の足を持つ八田ガラス、夜明けを呼ぶ鳥、太陽を招く鳥とも言われ、希望の世界に見続く霊長として広く信仰されています。八田ガラスは現在日本サッカー協会のシンボルマークとして描かれていますね。さて、正面に見えてきたのは宝池。この宝池で洗って清めた金銭を財布に入れておくと財運に恵まれるのだそう。正面の像は弁財天様です。銭洗い用にカゴも置かれています。こちらはなで蛇様。撫でる箇所別に御利益があります。夫婦円満、家内安全を願うなら2匹同時に撫でましょう。この柔らかな表情、心が休まりますね。本殿にお参りします。こちらは御口社、新しくて綺麗です。
ちらには八田ガラス様にお告げをもらうことのできる薄日の庭があります。お参りの仕方があり、真ん中を通らずに脇から回って八田ガラス様の前に行きましょう。お賽銭を入れた後、開運、縁結び、新恩返しのいずれかを選んで玉に触れお告げを聞きます。実はこの映像を撮る前にすでにお告げをいただきました。お告げ、心に響いてくるのかなとぼんやり思っていたのですが、ドーンというドラの音とともにかなりの声量のお告げが。予想していなかったので驚いて、お告げの内容がぶっ飛んでしまいました。こちらがお参りの仕方です。無事御朱印もいただきました。熊野神社を後にし、次にやってきたのは北院です。菅野坪根ゆかりの建物もあります。また広大な境内は池や堀を回らせた景勝地となっています。毎年正月三が日の初詣には、埼玉県内の寺院の中で最も多い約40万人の参拝客が訪れるそうです。約1200年の長い歴史を築んできた北院には、北院七不思議が語り継がれています。七不思議スポットは境内だけでなく、北院からちょっと離れた場所にも点在しているそうです。今回スポット巡りはしませんでしたが、いつか巡ってみたいです。こちらはくぬき地蔵尊、くぎぬき地蔵尊とも呼ばれ、その名の通り、すべての苦しみを抜き取ってくれるとして、多くの方々に親しまれています。しましょう。朝早いので誰もおらず気持ちがいいです。
ってきたのは境内にある五百羅漢です。日本最大五百羅漢の一つで、羅漢とは悟りを開いた高僧のことです。ここには喜怒哀楽を表現した538体の羅漢の石像が並んでいます。今回は中には入らず、外から覗かせていただきました。荘厳な光景です。さて、また徒歩移動です。川越城本丸御殿は公開施設となっていて、入館料は一般100円で城内を見学することができます。城内は写真撮影のみ可能です。それでは見学していきましょう。川越城は1457年太田道灌親子が築城した城で、その後北条氏の城となりますが、秀吉による小田原攻めで北条氏が滅亡、江戸幕府によって地業割が行われました。その後火災の度に修復されていきます。明治になって城としての役割を終えると、本丸御殿をはじめとして多くの建物が移築解体されましたが、本丸御殿の玄関と広間部分は当時の入間県庁に利用されたことから、現在川越城本丸御殿として復元され、県指定有形文化財となっています。こちらの本丸御殿は日本百名城のうちの一つです。さて、川越城からすぐ近くの三好の神社に来ました。三好の神社は同様東梁瀬の発祥の地と言われています。行きはよいよい帰りは怖いの歌です。由来ですが、川越城が1457年に三好の神社脇に築城されることになり、三好の神社は川越城敷地内に取り込まれることになりました。今まで地元の人々に愛されてきた三好の神社ですが、機密事項の流出を防止するために参拝は禁止に。ただ三好の神社大祭と七五三の時だけ参拝が許され、参拝後外に出る時厳重に取り調べられたことから、帰りは怖いとなったのだそうです。歌の中にある天神様の細道、参道です。ただ歌われた当時からは少し場所は変わっているとのことです。
御朱印は氷川神社でいただけるそうなのですが、この時は知らなかったので、今回私はいただきませんでした。さて、いよいよ川越氷川神社です。御祭神は2組の夫婦を含む5つ柱の神様、2組の神様ということで、夫婦円満、縁結びの神社として信仰されています。縁結びですが、家族や仕事、友人関係など、すべての縁に御利益があります。境内の玉砂利を持ち帰り、大切にすると良縁に恵まれる、との神社に古くから伝わる言い伝えにちなみ、本殿前の白い玉砂利を巫女が麻の網に包み、神職がお祓いした縁結び玉が毎朝8時より20体頒布されるのだそう。朝早く川越に着いていたんだから、こちらにまず来るべきでした。川越氷川神社のおみくじは、釣り竿でおみくじの入った鯛を竿で釣り上げる斬新なおみくじ、その名も鯛みくじ。かわいいですね。こちらは日本最大級の木造鳥居です。鳥居の額に書かれた文字は勝海舟が記したものと言われています。ちょっと見えづらいですね。御朱印もいただきました。さて、次にやってまいりましたのは柏横丁です。柏横丁は石畳の道に20軒程度の柏がひしめく川越の有名なスポットです。
古町の歴史は長く、明治時代から始まります。当時はほとんどが飴を製造販売していたお店だったそうです。関東大震災直後、東京に代わって駄菓子を製造供給することになり、ここ川越に駄菓子屋が増えたと言われています。多い時には70件ほどの業者がこの場所で営業していました。菓子屋横丁に漂う素朴で懐かしい香りは、平成13年環境省の香り風景100選に選定されました。さて、私はこちらの芋恋をお土産に購入することにしました。店頭でふかしたもの、美味しそう。お土産用はレンジでチンしていただくのだそうです。さて、それでは蔵造りの街並みを歩いてみましょう。川越市は岡山県倉敷市、福島県喜多方市とともに日本最大蔵の町に選ばれています。蔵造りは類焼を防ぐための巧妙な耐火建築で、黒い漆喰が塗られているのが特徴で、江戸の町屋形式として発達したものです。今の東京では見ることのできない江戸の面影をとどめています。こちらを曲がると時の鐘です。蔵造りの町にひときわ高くそびえる時の鐘は、高さ 16.2メートル、木造三層構造の鐘楼です。初代鐘楼は江戸時代の1627年に建てられ、現在の鐘楼は4代目で、明治の大火の翌年に完成しました。毎日4回、6時、12時、15時、18時に自動で鐘を鳴らします。川越町並み委員会による町づくり規範が定められており、地区内の景観上の変更は新築から塀に至るまで全て図面を添えて町並み委員会に提出する必要があります。この活動によってこの美しい町並みが守られているのですね。平成11年12月には国の重要伝統的建造物群保護地区に、平成19年1月には美しい日本の歴史的風土100選にそれぞれ選定されました。
最後に訪問するのは川越祭り会館です。ユネスコ無形文化遺産の一つですが、詳しくないので楽しみ。入館料300円を払い中に進みます。お囃子が聞こえてきましたね。これが本物。さて、ここから係の方の熱い説明が始まります。来月また持って1台入れ替えますので、定期的に入れ替えて新しい出汁が入ります。で、川越祭り映画を見ていただいて、その話はちょっと全部まとめてみちゃいます、はい、で川越祭り毎年先言ったように10月の第3土曜日のお祭り、秋祭りになっております。で、川越祭り引っ合わせとあります。引っ合わせはですね、出汁と出汁を正面に引き合わせるということで引き合わせと言われているんですね。それで出汁と出汁が正面に向かってお囃子と前に競い合い挨拶することになっております。で先ほど言ったとおり人形の人形に神様がいたします。神様同士のご挨拶、また各町内会のご挨拶ということになっているんですね。で出汁が3台4台5台6台と集まってですね、夕方引っ合わせを見ることができるんですね、はい、で川越祭りは勝ち負けは関係ございませんということになっています。で会場は当会館前蔵の町並み通りがメイン会場になっています、うんうん、はい、会館を出ていただきまして南へ行きますと西武新宿です、の本格駅にたどり着きます。その間の4つの交差点に、ね、出汁が集まって夜にぎやかな引っ越しを見ることができるんですね、今年もかなり危ないです。お祭り自体は中止になっちゃうかな、去年も中止だったんでね、ちょっともう、もう何ともかんとも言えない状態ですね、うん、はい、で祭りがございましたらまた浦和ですので、はい、ご一緒して、楽しんでいただきたいと思います。では展示物を説明させていただきますね、はいはい、ではまずパネルからいきます、はい、これがですね川越祭りに参加している29台の出汁をご紹介しています。で川越って珍しいんですけど、うん、市役所が1台出汁持ってるんですよ。さすがに川越祭りっていうのが一番右下、これが省庁といいます、うん、川越市役所が持ってる出汁なんですね。これの前に入ってたんですね、これ先月28日に入れ替えてますんで、その前は省庁が持ってます。で、あとの、28台はですね、各町内会が自治会が収集時間にしています。毎年ここから15台から20台前後の出汁がですね、川越祭りにするんですね。ただし、市政10周年ごとに29台全部です。で、これね、来年なんです。川越市政100周年なんです、今度。だから、もうコロナが収まってもらって、今年はもう何我慢してもいいです。来年はね、もう100周年でやらないってことはありえないんだけど、これが全部出るんでですね、楽しみにしていただきたいと思います。では、出汁の説明させていただきますね。ではですね、左の出汁、人形の頭のてっぺんから下まで高さですね、平均で8メートルございます。重さは3トン前後になっています。人形は神様のよりしろ、シンボルですね。こういう神様が宿るんですね。ということで、各町内会の当然守り神になっていますね。で川越の人はですね、必要人形の名前に準ずるものが使われます。まあ家康だったり、高砂がこれ載ってるのはですね、住吉大名字が載ってるんですけど、まあ、それに由来するようなお名前で呼ばれる。だから町名では呼びません。川越の出汁さんが家康の出汁はどこにいるんだ、高砂はどこにいるんだって形になりますね、はい、ではですね、こちらに展示されているのは本物の出汁でした。素晴らしい。係の方の説明の通り、来年100周年を迎える川越祭り、ぜひ開催できるように私も願っています。可能ならば見に行きたいです。熱い熱い説明、本当に熱が伝わってきました。さて、川越散策十分堪能しました。今回私はすべて徒歩で回りましたが、小江戸巡回バスなどを利用すれば、歩くのが苦手な方も疲れずに楽しむことができます。次回は川越でいただいたグルメを紹介します。お楽しみに。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。